3, 2, 1、シャイガー。あ、ならへん。あ、OK、なったなった。どうも、りょうたです。まず、冒頭に、皆さん、ありがとうございます。今週？先週？今週なるんかな？今週の27日で、3ヶ月突破。ありがとう！本当に皆さんの一人一人、一人一人の視聴回数、いいね、評価、チャンネル登録、その他、もろもろ、本当にありがとうございます。では、ちょっと、結果報告いきましょうか。まあ、累計ですけどね、累計再生回数12万3000回、そう再生時間14000時間、インプレッション数872000。視聴者数4873人。本当に皆さんありがとうございます。日々、僕、毎日、この、YouTube スタジオ、拝見させていただいてます。本当に、僕の生きる活力になっております。ちょっとね、この1ヶ月間、この1ヶ月間の、人気動画をちょっとね、見てみたいと思ってるんですけど、1位が、ちょっとね、最近伸び始めたんですよ。最近伸び始めた、一番人気が、就活生必見、YouTuber が伝える、自己 PR 動画作る上でのコツ。なんか、あれですかね。3月に、まあ、やっぱ、なって4月。まあ、本当に今、新4回戦になるコーラが、ほんの少しでも見てくれてるのかなと、よくわからないデータを出しました。では、2位。これ本当にね、僕ね、謎なんですよ。ちょっとね、つい最近、まあ、先月か、歌わせていただきましたシリーズを、ちょっと5曲か6曲か、させていただいたんですよ。琉球愛歌とかね。平和を願って。そしたら、まさかの、クライベイビー。わかりますかね、皆さん。東京リベンジャーズのオープニングなんですけど、クライベイビーが動画の視聴ランキングナンバー2。うん。いや、まあ、僕自身はめっちゃ嬉しいですよ。うん。今、だいぶね、僕今でも東京リベンジャーズ大好きなんですよ。今でも東京リベンジャーズ大好きなんですけど、もうほぼほぼね、いろんな書店とか、なんとかコーナー行っても、東京リベンジャーズない。うん、もう、東京リベンジャーズのブームって去ってしまったんかなって。皆さん、あれ何やったっけな？政治？国会？やったっけな？18歳から、4月から、まあ明日から、
18歳から新成人になったじゃないですか。東京リベンジャーズ使われてます。ぜひ皆さん一見してください。僕自身まあ動画作った時見させてもらったんですけど、なんか懐かしくて嬉しかった、うん、ではナンバー3、新時代。婚約相手にハニートラップで浮気調査。これ本当に僕この記事見た瞬間に人間不信になった、うんうん、まあ僕にはねモテ期なんてほぼほぼ一緒ないんで、うん、僕には一切縁のない話ですけど、やっぱ今のこの時代と一昔前、僕らの親世代とかおじいちゃんおばあちゃん世代とか、もうその世代その世代によって結婚婚約相手に対する、まあ、身辺調査怖いよね、怖いよね。相手が浮気するかどうかを、まあ、探偵会社というか、まあ、そういう場所に依頼してあえてハニートラップして、相手が自分一筋をちゃんと見てるかを確認する。怖えよ怖えよ怖えよ、うん、まあ僕の場合は本当に一人の人を好きになったらそれ以外一切見えないんで、うん、逆に、うん、あ一緒に YouTube するみたいなスカウトする側なんで、まあ全然僕はね一切そんなの一切ないですけど、うん、ただ人間不信になっちゃうね、うん。4番目、ドン・キホーテウクライナ難民の支援表明。いいよね本当に。でもこういう記事すっごいいいよね本当に。まあちょっとねランキング的にちょっとその類が続いてしまうんですけど、うん、4がドン・キホーテ、5が兵庫県姫路市で、6がズズタンで、7大阪泉佐野市のふるさと納税ウクライナで、8 YouTuber ヒカルさんのウクライナの募金。4位から8位が全てウクライナに対する福祉活動というか義援金や難民受け入れや、ちょっと涙出てくる、うん、本当に一人一人のこういう活動、企業や団体、本当に素晴らしいよね。一人の人として本当に、一人の YouTuber としてもそうですし、一人の人としても本当にこういう心の温まるニュースや記事、動画が一つでも増えていくのが、みんなの笑顔になっていくと僕は思います、うん、で、9位、就活動画自己 PR 営業職編。いやこれね、僕就活動画10本ぐらい作ったんかな、うん、ホテル編とか保育士編とか SE 編あったっけな、覚えてないけど、うん、結構作ったんよ、うん、なかなか見られてない結構作ったんやけど結構作ったんやけど、なかなか見られてない。まあでもなんか20年前なんかな、うん、大学4回生って、うん、あんま覚えてないけど、あ今35やから15年前か、うん、なんか初々しかったいやでも本当に僕 YouTuber やってなかったらこういう動画作ってなかったもん絶対ちょっと楽しかった、うん、リクナビとかいろんなマイナビとか調べたりとかさ若かりしくなりましたで10位が2ヶ月目の記念作った YouTuber2 ヶ月目
インプレッション数66万、視聴回数7万3000、再生時間7600時間、視聴日数4400人、1ヶ月で増えたね。本当に、あ、もう締め込みでしょ。本当に皆さん、一人一人の視聴回数、再生時間、チャンネル登録、いいね、評価、その他もろとも、もちろんインプレッション数のクリック数、本当にありがとうございました。ぜひね、本当にこれからも毎月、27日付近に記念日ですみたいな、更新させていただきますので、これからもこんな私ですが、よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございました。りょうたです。